ケモントーナメントニンテンドーカップマスターボール。優勝カップを手にすることのできる最強のトレーナーは一体誰なのでありましょうか。ここで雷だ。効果は抜群だ。一撃でダウン。早すぎるダウンです。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでピクシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。さあこれはヒット。いい感じです。ノーッと目覚めるパワー、軽い一撃。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。あっと激しい雨が降り始めました。おっとアンコールをした。ここはアンコールに応えなくてはいけません。さあ熱戦が続いております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでケンタロスの登場だ。これはどうだ。軽く一発。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。鋭い攻撃。これは来た。おっとダウンだ。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでウツボットの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっております。この攻撃、よしヒット。おっと眠り粉。あっと眠ってしまった。眠ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。ここでポケモンをチェンジです。再び登場しました、このポケモン。この攻撃、おっと失敗。ここで雨が上がりました。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。エアロブラスト、よし当たった。これで勝者決定です。ここで試合終了。
点です。今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。さあ、手厚みに。いいからだね。これで素早さと引き換えに強くなりました。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、これはアルキミスパック。まだ攻撃には移らない。さあ、熱戦が続いております。激しい攻撃、大きなダメージ。これはどうだ、軽い一撃。両ポケモンの間に体力の差がついております。さあ、今度は小さなダメージ。押しかかった。よし、ヒット。ここでダウンです。さあ、次のポケモンを準備です。ここでオーダイルの登場だ。さあ、激しいバトルです。さあ、ここで軽く当たった。これで素早さと引き換えに強くなりました。さあ、熱いバトルが展開されております。この攻撃、軽いヒット。まだまだ能力はアップします。白熱したバトルが続いております。さあ、この場面で歩く当たった。おっと、特殊防御力がダウン。自分の能力のアップに集中だ。両者とも大健闘です。ここで体力回復だ。さあ、これは歩く一発。まだまだ相手の能力を弱らせます。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。これはどうだ、軽いヒット。これで素早さと引き換えに強くなりました。さあ、熱戦が続いております。ここで体力回復だ。さあ、今度は小さなダメージ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。いった、重いヒット。あーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでグランブルの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、激しいバトルです。この攻撃、あーっと、麻痺してしまった。この攻撃、追撃。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。